ずらせてくれる。 先に進もう。
出直してきな。出直してきた。出直してきた。Thank you.
ネットワークを管理する中枢から操作されたということか。どうやら結社は都市機能をかなり掌握しつつあるみたいだ。放っておくしかなさそうだね。何か手がかりが見つかったらもう一度ここに来てみよう。
まさかこんなところまで連れてこられちまうなんてな。これから俺たち何をさせられる。さあな。ただ教授と執行者が揃って出かけたことを考えると、せいぜい空賊のような連中を。そういえば確かリベールの飛行船が不時着していた。そちらへの対応はいいのか。教授たちが戻るまでは放置しておけとの命令だからな。ま、船を修グロリアス、
こんなところに泊まってた。近くで見るとバカげたほどのデカ。しかしどうやらチャンスだ。確かに教授たちがいないのは空賊団の救出もあるし、思い切って突入してみよう。突入するのはいいけど、ジョゼットに声をかけた方がいい。あの子のお兄さんたちを救出するわけなんだし。エステル、勘違いしないでよ。別にあの子を気遣ってるとかそういうわけじゃ全然なくて、その照れることはないだろう。そういうことなら一旦アルセイユに戻るとするか。それじゃ急いでレールハイローを使おうか。うん、そうね。アルセイユに戻ってジョゼットを呼んでこなくちゃ。まったくもう手間をかけさせるんだから。
Thank you.
Thank you.
戦闘終了。先に。一度艦内に入ったらキールさんたちを救出するまで脱出している余裕はない。グロリアスに突入するがいい。オッケー。ジョゼット、ちゃんとついてきなさいよ。それはこっちのセリフだよ。な、で、敵襲？貴様ら、お前たちの船はまだ修理中なのだろう。どうしてこんなと。あいにく自分の足でここまでたど。兄貴たちを返してもらうよ。みんな行くわよ。よし、このまま艦内にジョゼット、ついてきて。これが、グロリアスの中。外観に似合う広さはあるようだな。まあ実際うんざりするほど広いわよ。それに結社の人形兵器は。あちぷ、あんたたちこの艦から脱出したことがあるんだよね。兄貴たちの居場所見当はつく？あ、うん、私が最初に閉じ込められた船室あたりかもしれないけど。いや、あそこは一応客室だからね。多分監禁用の牢屋に閉じ込められているはずだ。監禁用？そんなものまであるんだ。
前に脱出した時には見かけた覚えはなかったけど、あの時は脱出防止用の電磁バリアが展開していたから行ける場所が制限されていたんだ。今はまだ電磁バリアがテンクトルーンさんたちを助けるチャンスかもしれない。それでその牢屋はどこにあるの？この先の通路に下の階に続く小階段があった。そこを降りれば牢屋のはずだよ。牢屋に降りる小階段。先に進もう。ずらせてくれる。
みんな行くわよ。これでお先に進もう。
ほら、行くよ。
監禁用の牢屋はまずはそっちに行かなくちゃ。ジョゼット、お嬢、どうしてここに。よかった、みんな無事だったんだね。今助けてあげるから待ってたよ。助けてあげる。おいヨシア、一体どうなってるんだよ。というかどうしてお前らまでこの冬都市に来てやがるんだ。実は、なるほど。あのな、ジョゼット、俺たちはお前を逃がすために体を張って捕まったんだぞ。それなのにお前、勝手なこと言わないでよ。一人ぼっちになってまで僕は助かりたくなんかない。兄貴たちと一緒に捕まった方がまだマシだったよ。バカ、お前は女だろうが。少しは自分の身の安全を心配しろっての。そんな言い方はずるいよ。大体キール兄はいつも都合のいい時だけ僕のことを女扱いしてさ。なんかすっごく仲がいいわね。仲良きことは美しきかな。おいおい、こんなところで兄弟喧嘩始めるんじゃねえよ。たく二人とも、いつまでたってもガキのままだな。ドルン兄で来ちまったのは仕方がねえ。一緒に脱出するしかねえだろう。それで小僧、どうやって俺たちをここから出す。そうだね、どうやらこのエネルギー障壁は完全にロックされているみたいだ。プロテクトを外すのは正直難しいかもしれない。そんなそれじゃあ力ずくでこじ開けられない。爆弾か何かを使っちゃうとか。いや、このエネルギー障壁は普通の爆弾じゃ傷一つつかない。かといって強力すぎるものを使ったらキールさんたちが危ないだろうしね。ここは最新のセキュリティカードをどこかから調達するしかなさそうだ。セキュリティカード、それを使えばこの障壁を消せるの。確かあの端末にカードを通せば障壁が解除されるはずだ。僕が前の潜入時に入手したものはもう使えなくなっているはずだから。なるほど。それで最新のカードってどこに置いてあるものなの。前方区画の第2層。前に君が監禁されていた部屋の周辺に保管されているはずだ。そっか、そういうことなら早速調べに行くとするかね。キールニー、ドルニー、そういうことだからもうちょっとだけ待っててね。すぐにカードを見つけて戻ってくるから。はぁ、仕方ねえな。小僧、それに遊撃士のお嬢ちゃんたち、その跳ね返りが無茶をしないように頼んだぜ。ああ、任せて。ちゃんと手綱を握っとくから安心し。ふん、僕なんかよりもはるかに無鉄砲なくせによく言うよね。あんですって。はいはい、そのくらいで。それじゃあ
一旦出口付近まで戻ろう。前方区画の第2層に行くには反対側にあるエレベーターを使う必要があるからね。分かった、では行くとします。
負けられないんだ。
前方区画の第2層だ。両兵たちに作戦を伝えるためのミーティングルームとしても使われている。最新のセキュリティカードはこの辺りに保管されているはずだよ。それじゃあ早速。はいはい、分かってます。とりあえず部屋を一つ一つ調べていきます。通せば障壁を解除することができるよ。やった、よかった。これでよし、とっとと牢屋に戻るとするか。やっと捕まえたよ。ギルバート？館内にいたのか。やれやれ、館に侵入した連中がいると聞いてどんな愚か者かと思ったが、やはり君たちだったわけか。あれ、ねえこいつ、あんたたちの知り合いなの？ま、一応ね。汚職市長の元腰巾着で、私たちが捕まえたんだけど。クーデターの時の混乱で脱走して結社に身を投じたらしい。やっぱりそっか。僕たちと同じくレイストン要塞の地下に捕まっていた。僕は無罪だとか言って泣きわめいてたから、よく覚えてるよ。おいおい、嬢ちゃん、そういう時は見て見ぬふりをしてやるのが情けってもんだぞ。まあそんなに気にする必要ないと思う。そういう情けない経験を糧にして人って成長するもんだと思う。そんな格好をしてる時点で糧にはなっていないみたいだけど。エステル、全然フォローになってないよ。貴様ら、どこまで僕をコケに。いいだろう、もう手加減などしてやるものか。この新ギルバートの力、ライアットアームズだ。その脅威の性能に戦慄するがいい。行くわよ。
これで終わりだ。僕が、シン・ギルバートが…ちょっといい？確かに、今までの人形兵器より段違いに強力…でもそれって、あんた自身が強くなったわけじゃないんだよね。え？確かに、シンとはちょいと違うかもしれんな。若さゆえの見栄といったところか。ギャフン！もっと…
そうだ。うんうん、兄貴たちを助けないと。さすがにかわいそうかな。Thank you.
しました。ロックを解除した衣装壁の番号。おお、助かった。ケイルニー、ドルンジー、ジョゼット、お前らにもでかい借りを作っちまった。いや、お互い様だよ。そうそう、前に脱出した時にはこちらが助けてもらったんです。やば、どうやら僕たちの動きが完全に捕まる。みんな急いで脱出しよう。うん、よし、一丁逃げるとするか。野郎ども、遅れるんじゃねえぞ。早いぞ。楽しま、あの様子だったら今日中には中枢島までたどり着けそうだな。でもここまで予定通りだと見届け役の意味ってないよね。真の最終幕が上がるまでもう少し時間、それまでギルバート君でもいじって。そんなわけで俺たちは山猫号の修理をとっとと始めちまうつもりだ。幸い材料は調達してあるから。なん、機体の方はともかく、問題は例の動力停止。要するに無理して飛んだとしても都市から離れた途端に墜落するんだろう。ゼロ力場発生機の大型版がないとそうなっちゃうと思うわ。アルセイユのラッセル博士に応援を頼んでおこうか。まあ都市の中なら動力通信も使えるみたいだから、必要ならこちらから連絡するさ。それよりもお前らの方はこのまま輝く輪を探すのか。うん、それがこの浮遊都市に来た私たちの本当の目的だし。あ、そういえばそんなことも言ってたっけ。宝探しとかじゃなかったんだ。あのね、あんたたちと一緒にしないでよ。だったらジョゼット、お前このままヨシュアたちと一緒に行動したらどうだ。え、ヤマネコ号の修理は俺たちだけでも十分だからな。お前にはどちらかっていうと情報収集をしてもらいてえのよ。あ、なるほど。確かにこうなった以上、アルセイユとヤマネコ号の間の連絡係も必要になりそうだし、いいかもしれないね。うん、私も同感。結社に対抗するためには味方は一人でも多い方がいいし、ジョゼットだったらサポート役としても信頼できるし。あれ、いや、そのなんて言う、ねえヨシオ、これって本気で言ってるわけ？そういう子だからね。頭痛くなってきた。な、何よその微妙に呆れた顔は。いや、微妙じゃなくて思いっきり呆れてるんだけど。あ、なんですって。どうやら話はま、それじゃあ俺たちは山猫号に戻るぜ。ジョゼット、くれぐれも気をつけろ。あ、うん、兄貴たちも気をつけてよね。また結社の連中が襲ってこないとも限らないし。心配するなって。ま、せいぜい。
ックを解除。おおっと、ひとみ、あら、メンバー。おう、
リス。あら、わかった。お願いします。行くでー。はい。
するとアウトリガーのその時は飛翔機関だけを取り外しアルセイユに組み込む予定。補助的な推進機としてはまだまだ使えるはずじゃからの。もしかするとアウトリガーの回収はそうなった場合に備えて代替策だけは用意しておくつもりじゃ。
もしかするとアウトリガーのそうなった場合に備えて代替策だけは用意。そうだ、一つ忘れてた。お前たち ORPHEUS って言葉を。何それ。おお、あ、その言葉がどうしたの。いや、俺たちを見張っていた両兵どもの会話に出てきた妙に意味ありげな言葉だ。確かに気になるわね。あ、ひょっとして。工業区画の駅の端末だね。あ、ヨシアもそう思う？ん？どういうことだ？なるほど。試してみるか。早速。終了。先に進もう。キールさんの情報を試してみるべきかもしれないね。端末の前でゴスペルを使ってから。
手直してきた。 相手が悪かったな。 先に進もう。 相手が悪かったな。 勝利の美酒ってやつだな。
見ないよ。相手が悪かったな。
まだまだいけるわ。出直してきた。これがアクシスピラーか。遠目で見ても大きな塔だと思ったが、まさかここまでだったとはな。ねえヨシュア、あそこにベーベや教授たちがいるのかな。可能性は高いと思う。どうやら都市の中枢を司る場所みたいだ。輝く輪の手がかりだってあるかもしれないからね。そっか、どうする。このまま突入しようか。レーベたちがいるなら今までとは比較にならないほど厳しい戦いになると思う。一度アルセイユに戻ってから万全の準備をすべきかもしれない。ユリア大尉にも探索状況を報告しておきたいしね。うん、よし、それならとっとと駅を探すとするか。Thank you.
よし、これでカルマーレからアクシスピラーまで。はあ、長い道のりだ。
作の方は進んでいるか。うん、そうか。ええ、これから中枢島内部の探索に入るところです。中枢島、都市機能を統括している場所のようだな。輝くわ。そして我々の敵がそこにいるのは間違いないだろう。よし、私も探索に参加しよう。私も自分の足で外の状況を把握しておきたい。それにどうやら中枢島からは様々な都市機能に干渉できるようだ。何もせずこのまま放置しておくのも危険だろう。でもユリアさん、アルセイユの修理の方は大きな作業はあらかた片付きました。飛翔機関のテストも必要な指示は出してあります。あとは博士やクルーたちに任せておけば問題ないでしょう。そっか、うん、ユリアさんが手を貸してくれるなら。ならば自分も協力させてもらおう。少佐、この付近の安全は確保できたのだろう。ならば自分がここにいてもできることは少ない。武人は武人らしく役立たせてもらう。ですが、少佐の手をお借りするのは。いらぬ気遣いだ。正直に言わせてもらえば、あのお調子者を外に出すのがいささか心配ということだからな。少佐というわけだ。我々の手を借りたいときはいつでも言ってくれ。うん、こちらこそよろしくお願いします。
行くぞ。Yeah.
せい。Thank you.
これが中枢塔の内部か。まるででかい装置の中にいるみてえだな。それにこの光る液体は一体何なのかしら。得体の知れない感じだけど、高圧の動力に満ちた液体かもしれない。直接手に触れるのはやめておいた方が良さそうだ。Thank you.